をしたいと思います。こんにちは。今日は皆様に日本の古代文字について私の考えをシェアしたいと思います。日本には漢字以前文字がなかったというのが少し前までの常識でした。しかし近年、さまざまな遺跡や文字なしでは不可能と呼ばれる高度に設計された建造物や岩絵などが見つかり、もはやその説は覆されることになりました。今回は古代文字の中でも最も謎の多いとされるカタカムナ、流体文字、都市文字についてヒーラーとしての観点から、それぞれの歴史やそれぞれの文字でご自身のお体を調整できる簡単な使い方を私のハイヤーセルフとともに考察した考えをお話ししたいと思います。非現実的な話ではありますが、この無数にある宇宙の可能性の一つとしてお聞きいただければ幸いです。またここに出てくる神という言葉は主に神格化した不確かなものではなく、古代に実際に存在していた人と特別な周波数帯のことを言います。大まかな歴史観として、カタカムナは地球誕生以前の宇宙で意識として生まれ、その高い周波数は徐々に個体化し文字となり、約2万年前の旧石器時代に日本の神々によって使われていた文字であると考えられます。そして多くの神々によってカタカムナにおける日本語の48音の意識の響きと思念、これらを残し、それぞれに形を変え、文字は地球上で発展していきました。その中に押して文字と流体文字があります。この2つは縄文時代寒冷期から温暖化し、文明が安定してきた縄文早期に生まれたものと考えられます。流体文字は約8500年前、地球上のあらゆる要素の周波数を文字にしたものであり、書物によっては文字の作者が違う名前で書かれておりますが、流体文字と押して文字は伊勢神宮外宮に祀られている豊受大神によって作られたものであり、流体文字は文字のエネルギーが非常に強く、押して文字は人間の周波数に合わせ言葉の響きと文字の周波数を調和させた文字となっております。それでは一つずつ具体的にお話しいたします。カタカムナの書物は兵庫県の芦屋にある小倉神社という神社にて保管されており、楢崎光月という地質学者の方が神社付近の地質調査の際にあることをきっかけに、神社の方からカタカムナの記された巻物を見せていただいたことをきっかけに世に出てまいりました。丸、小さい丸、縦線、横線などで構成された非常にシンプルな文字で、女性の髪を表すと言われる右回りの渦に沿って書く構成になっており、五七五七調の和歌に似たリズムを持っています。一つの渦を種と呼び、全部で80種存在し、その中でもほぐし歌と呼ばれる5種6種7種は読み上げることで人の体やご自身を癒すことができます。この文字は芦屋東岸と呼ばれる一族によって文字が伝承されておりました。その一族は芦屋族とも呼ばれ、神戸の六甲山を中心にアジア大陸全体に広がっていった文明であることから、アジアや兵庫県の芦屋の言葉の原型となっております。書かれている内容には古事記に出てくる神様イサナキ、イサナミ以前の神様の名前や当時の未知の科学が記されております。種の真ん中にはカタカムナの神であり、ヤタの鏡と記されている集合文字が書かれており、これは縄文時代の環状集落の作りそのものであり、当時の生活にカタカムナの概念が反映されていたことがうかがえます。また環状集落は
カタカナだけではなく、上から見ると後に紹介する押して文字で書かれた元明けの図の真ん中に書かれているあ、う、わの概念も反映されております。そうすることによって自然のエネルギーを暮らしの一部として利用し生活されていたようです。そしてこのカタカムナの神、ヤタの鏡と元明けの図のアウアの共通点はこれだけではなく、2つとも真ん中には全ての始まりの神が書かれていると言われており、カタカムナでは神のことをこのようにも表します。これを分解するとこのようになり、ア、ウ、ワと書かれております。そしてこのアウアという響きが大いなるエネルギーを持っており、この2つの文字にはやはり神のエネルギーが宿っており、指でなぞるだけで人の体を癒す力があります。よくマジックで古代文字を書くヒーリング法が紹介されておりますが、あれは効果があるのですが、肌にマジックで直接書くと皮膚から毒素を吸収する経皮毒という副作用もございますので、肌に直接書かれる場合はマジックではなく天然由来のもので書かれることをお勧めします。とはいえ今回ご紹介するのは指でなぞるだけで十分です。実際に両手の手のひらにアウアと書くと手の筋膜がリリースされ、肌の力が抜けリラックスすることができます。首の痛みや頭痛にも効果的です。お試しください。それでは実際にこのカタカムナの神と押してのアウアを使ってどのようなことができるのかを、簡単な検査とサーモグラフィーカメラと筋肉の硬さを調べる筋硬度計を使い実証したいと思います。